今回のレコーディングではアナログマルチテープを使用しモノラルミックスでの完成を試みようとしている。テープは回り、音楽は次第にその形を持ち始める。2012年11月19日、この日一日で曲を作り上げていく。で、テーマ、まあ、ブラックミュージック、リズム&ブルースにこう憧れた60年代の、だからそのサウンドがガレージサウンドってことじゃなくて、精神的にガレージバンドの気持ちでやりたいっていう。なんか両後ろあたりに、いつもと同じ日、なんだろう、でも何かが違う。でもいいかな、はい、アナログマルチテープを使ったレコーディングでは、2インチ幅のテープを縦に24トラックに分割し、それぞれのトラックに異なった楽器の音やボーカルのテイクを録音していく。最終的にはこのテープを使ってトラックダウンやミックスダウンと呼ばれる音を最終的にまとめる作業をする。アナログテープレコーダーには限られたトラックしかなく、やり直しや編集作業も容易ではない。ミックス次第では全く台無しになってしまうこともあるのだ。オペレーションミスは絶対に許されない。今回のレコーディングの最も緊張感ある工程はこのベーシック録音、リズム一発撮りである。さあ、今こそ演奏の完成度、表現力、録音状況など全ての要素の集大成である。全員の集中力も高まる。もう決めねえと、まあ、女はお前10回も何回もやるような曲じゃねえだろう。ラッサビぐらいでさ、もうあの緊張感がマックスになる。一日という期限を自ら作り、そこから生まれる集中力で楽曲を作りたいとザ・ボーディーズは考えていた。今日という一日が終わった時、そこには一体何が生まれているのだろう。